へたどり着くには勇者の協力が必要不可欠だ。それにはこの巨大な木を切り倒さなくてはならない。勇者を彼の一生をかけても終わらない天職から解放するために。おい、これとてつもなく重いんだ。さ、見てくれキリト、青バラの剣だ。この剣は何なんだ？ルーリットの村に住む人ならみんなが知っている、ベルクーリと北の白い竜っていう冒険譚があるんだ。ベルクーリは300年前にこの土地に村を開いた初代の。あら、キリト、帰ったの。なあ、セルカ。私？その、聞きたいのは、今はだろ。ユージオがあなたにアリス姉様のことを話したの？アリスもこの教会で神聖術の勉強をしてたことや、6年前聖護騎士に連れて行かれ。そう、ユージオ。え？村の人はお父様もお母様もシスターも決してアリス、まるで最初からアリス姉様なんていなかったみたいに。忘れるどころか、ユージオはすごくアリスのことを気にか、それこそ天職さえなければ今すぐ王都まで探しに。そうなの？じゃあユージオが笑わなくなったのは。ユージオが笑わない？ええ、姉様が村にいた頃のユージオはいつも。確かに、ユージオの物腰は静かだが、俺の前で笑ったことは、彼がセルカや他の村人の前では笑顔を見せないというなら、やはりユージオの魂は、単なるプロ。彼は俺と同じ本物の意識、魂、フラクトライトを持って。ねえ、何を考えて。まあ、いや、ちょっと、ユージオはきっと、君の言う通り。そう、なのね。やっぱり。セルカは、ユージオのことが好きなんだ。そんなんじゃないわ。なんだか、たまらないのよ。お父様もお母様も口には出さないけど、いなくなった姉様と私を比べて。だから私、家を出て教会に入ったの。なのに、シスターザリアでさえ私に教えながら、姉様なら一度でできるようになった。ユージオはそんな人じゃ。でもそんなの、私は姉様の顔だって思う。いや、あ、その。うん、さ、なんだか少しだけら。へえ。俺、キリト。いや、そうじゃない。ともかく、だからセルカも。そうね。あら、もう。いや、十分は。そう。なんだ？キリトは、聖護。私は知らないのよ。確か。そう。大丈夫か？ええ、平気よ。せっかくの安息日なのに。ううん、気にしないで。な。キリト。なあ、村長。セルカを見なかった。セルカ？さっきまで話をしていました。教会にも村の中にも。え？シスターアザリアも。きっと何か急な用事が。だといいのだ。俺も探してみますよ。教会の人間で。感謝する。セルカが行きそうな場所か。友情なら付き合いも古いし。
ユージは…キリト、どうしたんだい？実は…そんな…ユージは、セルカが…行きそうな…俺、セルカと少しだけあり…あ、ユージは…アリス…そういえば、昔…はっきりした理由があって、セルカが…それだ…え？俺、セルカに教えちゃった…セルカはきっと…それはまずいよ。む、いや、今すぐ追いかけても間に合うか。念のために聞いておきたいんだけど、もしセルカが闇の国に入ったら。いや、聖号騎士は多分よっ。そうか、じゃあ何を考えてるのさ。単純な話さ。そんなこと別に言う。俺がセルカを連れて逃げるよ。ダメだよ、セルカにだって天職があるんだよ。それにそもそもセルカが…でもアリスにはできた。アリスは…彼女は…村のだ…ともかく今は…セル…なあ…とはいえ、最近は…うん、わかった。よし、それだけそ…行くよ。わかった。行くよ。行くさ。行こうか。そうだね。へい、しと、せい、へい、し、と、せい、は。任せろ。行くよ。
一緒なら
終わったね。君こっちだ。よし、一緒ならきっと今の、なんだ？さあ、初めて聞くよ。
あんな音。あ、今度は何だ？何か、匂わない？キリト。あ、なんか、焦げ臭いな。それに、生臭い獣臭さみたいな。セルカ！まずい！おい、見ろや！今日はどうなってんだ？また白いウムのガキが2匹も転がり込んできたぜ。どうする？こいつらも捕まえるか。男のユムなんぞ連れて帰ってもいくらでも売れやしねえ。面倒だ。そいつらはここで殺して肉にしよう。ユージよ、いいか、セルカを助けるぞ。動けんな。分かった。ユムのガキめらがこの俺様と戦う気か。違う、戦うんじゃない、勝つんだ。
つらの動きや反応、ただのモンスターじゃないのか。この屈辱はお前らを八つ裂きにして食い散らかしても収まりそうもねえが、とりあえずやってみるとするか。キリト、やめろ勇者。やめろ勇者。子供の頃約束したろ、僕とキリトとアリスは生まれた日も死ぬ日も一緒、今度こそ守るんだ僕が。この記憶は俺の記憶なのか。俺はこの世界で育った。ユージオとアリスと共に、そうだ、世界は永遠に変わらないと信じていた。三人いつまでも一緒だと信じていたんだ。しかし三人で行った洞窟、そう、この洞窟でアリスを守れなかった。何もできなかった。あの絶望、無力感を忘れるものか。今度こそ俺は。白い夢が調子に乗んじゃねえ。夢のガキごときに俺様が負けるわけが。違う、俺の名前はイームじゃない。俺は剣士キレタだ。お前らの親玉の首は取った。まだ戦う気があるやつはかかってこい。そうでないやつは今すぐ闇の国へ帰れ。ヒュージオ、しっかりしろ。キリトなの？セルカ、大丈夫か？怪我してないか？うん、平気。それじゃあ手伝ってくれ。ユージオが大怪我をしたんだ。もう普通の治療じゃ間に合わないんだ。セルカの新生術で助けてくれ。頼む。無理よ、こんな傷、私の新生術じゃ無理。ユージオ、嘘よね、私のせいで。ユージオ、泣いてもユージオの傷は治らない。無理でもいい、やってみるんだ。君は次のシスターなんだろう。アリスの後を継いだんだろう。私は姉様にはなれない。今の私に治せるのはほんのかすり傷くらいで。ユージオは君を助けに来たんだ、セルカ。アリスじゃない、君を助けるために命を投げ出したんだ。普通の治癒術じゃ間に合わないわ。危険な高位新生術を試してみるしかない。キリト、あなたの助けが必要よ。わかった、言ってくれ、何でもやる。左手を貸して。もし術が失敗したら、私もあなたも命を落とすかもしれない。覚悟はいいわね。その時は俺の命だけで済むようにしてくれ。いつでもいいぞ。システムコール、トランスファーヒューマンユニットデュラビリティ、ライトハンドセルフトゥーレフト。ユージオ、たとえ魂だけの存在であろうとも、
友情は俺の友達だ。絶対にこのまま死なせたりしない。キリト、まだ大丈夫？問題ない。もっと友情にやってくれ。もうダメ。これ以上続けたらキリトの天命が。これが死なのだろうか。たまらなく寒くて、恐ろしいくらい孤独で。いや、ほんのわずかに暖かさを感じる。誰かのって、これは、セルカじゃない。君は、誰？キリト、ユージオ、待ってるわ、いつまでも。セントラルカセドラルのてっぺんで、あなたたちをずっと待ってる。傷の具合はどうだ？傷んだりしないか？うん、丸一日休んだらもうすっかり治ったみたいだよ。キリトのおかげだ。肩を貸して村。俺だけじゃないさ。セルカの神聖術がなかった、うん、二人には感謝。どうかしたのかい、キリト？セルカがお前に神聖術を使ったとき。いや、僕。極限状態における記憶の混乱、そう説明することができるだろう。しかし問題は、あの場で、たとえそれらが俺とあの場に現れた世にきりと、ユージオ、俺はセントラルカセドラルなんてこ。なあユージオ、お前妙なこと言ってんわ。俺が覚えているよ。
そんなわけは、僕とキリトとアリスはこの村で生まれて一緒に。気のせいだ、忘れてくれ。まあ、さて仕事に戻ろう。よし、これで午前中の仕事。いつもより早く終わったんじゃないか。うん、なんだか急に龍骨の斧が軽くなったみたいで。それはきっと俺たちがゴブリンの集団を撃破の証拠に。俺のオブジェクトコン、セルカも妙に神聖術が成功すると言っていたし、俺たち全きっと今なら。おい、キリト。なあ、軽くなったのは龍骨の斧だけじゃないらしいぜ。世界にはソードスキルが存在する。キリト、今のは。なあ、前に獣退治をした時もキリト、もしかしたら記憶をなくす前のキリトの天職はきっと英氏、いや正式な剣術は衛兵隊でしか押し。ユージを。キリト、君の剣術の流派を。いや、覚えている。俺の剣はアインクラッド流だよ。アインクラッド流、不思議な名前だね。聞いたことはないけど、それとも暮らしていた町の名前なのかもね。僕に、もちろん僕は衛兵でも村の衛士でもないから何かの規則に違反するかもしれないけど。勇士を飽きても、僕はなくしたものを。分かった、望むところだよ今この森。あ、俺もきっと。
セルカ、友情が自分で選んだことだ。村の掟に従い、ギガスシダーを倒して天職を果たした友情は、自ら次の天職を選ぶ権利を持つ。そして友情は村を出ることを選んだ。はい、僕は剣士になります。ザッカリアの町で衛兵隊に入り、腕を磨いていつか王都に上がるつもりです。分かっている。望み通り村を出て剣の腕を磨くがよかろう。ありがとうございます。では私はそろそろ行くとする。それではな、ユージオ、キリト。はい、さようなら、ガスフトさん。お世話になりました。セルカ、寂しくなるわね。そうだね。必ず帰ってきてとは言わないわけど、どうか気をつけてね。うん、ありがとう。キリトも。ユージオ、少しセルカと話していいか？うん、もちろん。先に行っているよ。悪いな。それじゃあセルカ、行ってくるよ。うん、行ってらっしゃい。それで？一言謝りたくてさ。ごめんなセルカ、俺がユージを連れ出すみたいなことになっちゃって。いいのよ、それよりも私嬉しいの。アリス姉様がいなくなってからずっと何もかもを諦めたみたいに生きてきたユージオが、あなたのおかげでもう一度笑えるようになったんだもの。それに自分から姉様を探しに行くって決めてくれた。ああ見えて父様も心の中じゃ喜んでるはずよ。ユージオが姉様を忘れてなかったことをね。そっか。私ね、別に姉様の真似してあの洞窟に行ったわけじゃないの。闇の国の土に触れるなんてこと私にできっこないのは分かってた。でも少しだけでも姉様の近くに行きたかったの。そしてこれ以上は進めないってところまで行って、そこで私はアリス姉様の代わりになれないんだってちゃんと確かめたかった。いや、君はすごいよ。普通の女の子なら途中で引き返してしまうような道を最後まで進んで、洞窟の奥でゴブリンの偵察隊を見つけちゃったんだからな。言い返せるか、君は君にしかできないことをしたんだ。私にしかできないこと？君はアリスの身代わりなんかじゃない。セルカにはセルカだけの才能があるはずだ。ゆっくりそれを育てていければいいんだ。うん、ありがとうキリト。それじゃ俺も行くよ。ユージを見失ったらザッカリアまで俺一人じゃ行けないからな。うん、わかった。さようならキリト。必ず帰ってきてとは言えないけど。いや、誓わせてくれ。俺はユージオと一緒にアリスを助け出してこの村に君の姉さんを連れて帰ってくる。約束するよ。ねえ。ああ。